こんにちは、デリッシュキッチンです。カラフルラタトゥイユを作ります。玉ねぎ1分の1個はみじん切りにします。オリーブオイル大さじ1と1分の1を用意し、大さじ1分の1をスキレットに入れ、熱して玉ねぎを入れ、色が透き通るまで中火で炒め、豚ひき肉 200g、おろしにんにく小さじ1/4を加え、肉の色が変わるまで炒めます。カットトマト缶1/2缶、ケチャップ大さじ1、ウスターソース大さじ1/2、塩小さじ1/3、コンソメ小さじ1/4を加え、煮立たせましょう。蓋をして弱火で8分煮ます。汁気がなくなるまで中火で煮詰めましょう。ズッキーニ1本はヘタを切り落とし、2ミリ幅の輪切りにします。黄色ズッキーニ1本もヘタを切り落とし、2ミリ幅の輪切りにしましょう。トマト小玉4個はヘタを取り、横に2ミリ幅の薄切りにします。ナス2本はヘタを切り落とし、2ミリ幅の輪切りにしましょう。水にさらし、水気を切ってキッチンペーパーで挟んで水気を拭き取ります。ピザ用チーズ 70g を広げてのせ、ズッキーニ、黄色ズッキーニ、トマト、ナスの順に重ね、同様に1枚ずつ重ねて並べ、残りのオリーブオイルを回しかけます。200度に予熱したオーブンで15分から20分焼き、野菜が柔らかくなったら完成です。